みんな当たってます。まあ本物の山浦翔太君ならの話だがね。おそらくバーヤの言っていたハッカー君、クルヤ匠の仕業だろう。ただの人間と見るべきか。が尋ねたいことはありますか。はあ、までは見えませんね。まあ君ではそうだろうね。それを炙り出します。え、これは手品師として占いよりも興味が本来のマークは横線が一つ。関係者ならばこんなにあっさりとバラすかね。普通これ以上は偶然じゃ済まないから踏み込まないよ。ただ僕にも許容できないものがある。敵しないと意味がないかな。最後に一つ。え、車椅子に乗ったお下げ髪の女の子に見覚えありませんか。もうあなたの進む道を憂う顔が見えます。霊体がもう会話もできないみたいだし、させない方がいいか。興味が湧いたよ占い師君。ホットリーディングで頂上者のふりをする詐欺、何が見えている。